あたまあ通りかかったらなんかね。ああ、まあデヴィ夫人言うわ。いちいちでしょ。いちいち絶対言わせるわ。ね、今回のバイキングのロケも見てたら言ってたもんね。着物をさ、なんか買いに行ってんのよね。あれどこだっけ？自由が丘のなんか商店街みたいなのがあって、デパート。そうデパート。デパートさ、ね、そこで浴衣を見て、うん、これおいくらするの？って言ってみたら。うん、あった、これ、何これ、1万円って。あ、浴衣って言ったら、あった。うん。私は何十万か何百万のやつしか知らないからね。って言って、これくださいって買ったよ。いやいや、買うんだよ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。さ、うん、違うんだよから入っちゃう状況って何があるかなって考えてたのよ。うん、ね、うん、でまあ言い訳したくなることってあるじゃん多分。まああるね、それはね、うん。まあやったことはないんだけど、うん、今まで一回も、うん、一人でキャバクラ行ったってするじゃん。絶対言い訳するよ、そんな。一人でキャバクラ行ったとして、そこに誰かが知り合いのグループがバーって。いたら、まあ、違うんだよから入るとは思うんだよ。入るね。いや、違うんだよ、違うんだよ、いや、ほんと今まで初めてなんだよ。一人で来たのは。そうそう、一人で来たのはほんと今日初めてで、もうたまたま、今後もないしね、とか。今後もないし、たまたまこのね、って言うかなとか。まあ、そうだね。でも多分、そんな言い訳したって今みたいに言われるだけなんだよね。別に言い訳なんかしなくていいのに、すげえ言い訳してくんだよって。確かそう思うんだよね。ニヤニヤされるだけだから、あんま言い訳ってしない方がいいのかね。自分が恥ずかしいなと思ってたことをやった時にね。うん。まあ、なんかこう、やましい気持ちがあるわけじゃない？すべて、その言い訳する人って。はい、見られたら嫌だなと思ってることをした時なんでしょ？そうよ。でも、それをしちゃうことって人間いっぱいあるじゃん。うん。見られちゃいけないことを。うん、まあね、でも、今の矢作のやつのも、一人でキャバクラ行って、うん、堂々とそこへ捨てたら、うん、じゃあその見かけたその友達グループは、うん、あいつかっこいいなってなる？なるか。堂々としたらね。あいつ一人で来てかっこいいな。いや、だって堂々と来てる場合は、言い訳しないからね、まずそいつ。いや、違うんだよって言わないで、おおって言うだけですよ。だからそれ別に恥ずかしいことだと思ってないから。うん、その友達はどう思う？どっち、やっぱ。だ友達が何と言おうが、こっちが恥ずかしいと思ってない限りいいじゃん。まあうん、でも恥ずかしいんだけど、うん、ここはだから言い訳したらもっとやばいから、うん、やばい、ここはもう行くのやめようっていうもの。でもそれは無理なんだよ。こっちは恥ずかしいな。これ見られたら恥ずかしいなと思ってやっちゃってることに対してだから。ああ、まあ、ね、だから言わないのが一番いいんだけどね。堂々とパターンが。もし見られちゃった場合。そうね。やっぱ恥ずかしい。言い訳は絶対したいよな。したいよね。うん。そうだね。車とかさ、時々私たちほら車、好きじゃない、うん、はい。で、台車。うん。うん。台車っていうのは時々来るときは、なんか車故障したとか、あと点検で出して。じゃあ、その間これ乗っててくださいって、車屋さんが。うん。台車を持ってきてくれることなんだけど、うん、ものすげえダッサい車を持ってくるときあるわけ。あるよね。あるある。そういうときにこうやって見てて、もしテレビ局とかの駐車場とか入って、なんかこう、タレントさんとかに会ったときに、いや違うんですよ、これ違うんです、これ台車、たまたまちょっと車で点検出してて言わなくていいのに、言いたくなったりとかね。うん、だし、まあね、うん。言われてから言うのはいいんだよね。そう。あ、どうしたのこの車ってね。うん、ヤギのって言われたらいいんだけどね。だいたい聞いてこないんだよね、人ってね。聞いてこない。そういう時こそ。うん、気使ってかわかんないけど。うん、だから言い訳しなっちゃうんだろうな。そうか。これやっぱりわかったね、うん。聞いてもいないのに、向こうが、うんうん。こっちから言い訳しちゃいけないね。うん、そう、聞かれてから。多々あるけどね、今人に見られたくない時っていうのが、なんか人はいっぱいあると思うんだけど。うん、それは気をつけた方がいいね。そうね。さあ、じゃあこのコーナー行きましょう。はい、クソステーション。
今ブログ、ツイッターなどで発言したことがそのままニュースとして流れていたり、しょうもないニュースが溢れております。そんなニュースの中からメガネビーギーが誇るクソメンクソガールたちが最もしょうもないと思ったニュースを紹介します。まず最初のニュースはですね、ラジオネームしおりんご記者が送ってくれました。スピードワゴン小沢と綾野剛のツーショットに賛否両論。お笑い界の綾野剛とスピードワゴンの小沢和小沢なんて言うんだっけ、小沢これ繁盛脈だな、和ちょっとわかんない、え小沢って下の名前が読めないよこれ、和弘小沢くんって和弘って言うんだね、って、小沢和弘が綾野剛とのツーショット写真をツイッターで公開。テレビ番組の企画で鏡に映る綾野剛役として本人と共演した小沢だったが、さすがに全然違う、輝きが違う、やそっくり、遠目ならわからないと賛否両論を巻き起こしている2人並んだ写真をツイッターで公開すると8600件以上のリツイートと1万7000件以上のお気に入りを記録するなど反響を呼んでいる。すごいね、そんな数。鏡に映った通信。これ何この写真は、これ企画でやったの、めちゃイケで。めちゃイケで。あの3人出ていただいた時に。じゃあ。に、あって。雰囲気ね。まあだから、慶応同じ顔だからね。確かに、慶はそうだ。うん。小沢系なのか。うん、系統は。そっか、目とかも似てんのか。お笑い界の絵の子。お笑い界の。モテるしね、小沢くんも。でも、並ぶとね。うん、まあね。あれですけどね。並ぶとやっぱり違うよね。うん。へぇー。こういうのオーナーにそっくりだとか、とか輝きが違うとか、そういうのどんどん言ってくんだ。だから、これ、この論争はもうね、どうなるかわかんないんだけど、この小沢くんに関しての。小沢くんっていうのは、どっちなのか本当に教えてほしい、俺は。かっこいいとされてんのか、ブサイクとされてんのか。かっこいいでしょう。どっちが多いの？かっこいいじゃないの？これはもう何度もこのラジオでね、言ったことがあるんだけど、うん、もう小沢くんとは、もうなんなら15年ぐらいのスピードワゴンって、うん、そうだよ。もうライブからずっと一緒だったから、うん、もう結構な仲なんですよね、昔からの。そう。それで、ライブで、エンディングでね、うん、必ず、まあ、フリートークの時間があるんですけど、そこで昔からこの小沢くんブサイク説を唱えてるんですよ。で、ブサイクいじりをするんですよね。うん、今日もブサイクだな、みたいな。とあんま受けないの。そう。で、ね、あんま受けないんだよね。今まで受けたことないの、ブサイクいじりして。うん、だから、受けないってことは、人が思ってることと違うこと言っちゃってるわけじゃない、うん、だから、あれちょっと待って。うん。違うのかと。うん、っていうのからまずあるの。で、今よりかも昔のもっと不細工だからね。そう。まだマシになってるよ、これ。そう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 。うん。なんだけど、じゃあ今やっぱり、小沢くん不細工っていういじりはやっぱり違うのかね。不細工っていじりしてます他で。世界の小沢としていろいろいじられてきたけど。不細工ってのはあんまないよね。ないよね。突拍子もないこと言うとか、なんか変なこと、あとかっこいいこと言うとか、そういうことでしょ、うん。顔のこと言われてないよね。そうなんだよ。俺たちの中で衝撃だったもんね。最初に小沢くん見たとき。俺はこう、覚えてるよ。ネタ、まあライブやるときって必ずきっかけ、コントだったらここで音楽、バーン流してくださいとか、ここで暗転してくださいとか、はい、いろいろそういう舞台の照明さん、音声さんと打ち合わせをするのね。そう。まあただ1分ぐらいの話なんだけど。ほいで、ライブ始まる前に、まあ、順番にこうやって舞台出てきて、その、じゃあここで、曲入れてくださいってやるの。